昨日正午前京都市東山区にある泉乳寺の職員から大門に油のようなシミがあると警察に通報がありました警察などによりますとシミは国の重要文化財に指定されている大門の外側の柱部分から台座にかけて縦およそ20センチ横およそ70センチの範囲に広がっていたということですまた警察官が駆けつけた際はシミに臭いはなかったということです 非常に迷惑をしております。直すと言いましても簡単にちょっと上から何か吹けばいいわとかそういうふうなもんでもありませんので潜入寺の境内では数日前にも同じ敷地にある別の寺や達中の門でも同様の被害が確認されています警察は他の被害との関連を調べるとともに文化財保護法違反などの疑いもあるとみて捜査しています